はい、皆さんこんにちは、むけんです。皆さんね、ここどこかお分かりになりますでしょうか。先日ね、紹介したハウジング特集、写真コンテストっていうかね、ハウジングコンテストでね、非公開だったお家にね、今お邪魔してます。知り合いの知り合いがね、実際に、ここのお家だったっていうことで、まあむけんさん、どうぞどうぞっていうことで、お邪魔してみました。非公開なんでね、ちょっと恥ずかしいんでね、公開にしませんでしたっていうことだったんですけど、まあぜひ来てくださいということで招待されました。まあ、せっかくなんでね、お邪魔して、どんな感じなのかね、皆さんにレポートしようかな。さすがにちょっとね、住宅はちょっと言えないですけど、まあアズランのどっかにねあるということで、まあ広いんでね、分かんないと思うんですけど、今回なんですけど、まあ銀賞のね、面白部門で1位だったってことで、スライム製造工場にね、今回お邪魔しました。ここ手前がね、スライムを製造してるっていう、スライムのね、製造ラインがあるっていうことで、まあスライムちゃんたちがいっぱいいますよねここいっぱい246、ここで8匹9匹ぐらいね、モンスターが、スライムがいますね。これでどうぞ買ってくださいっていうことで、でここでまあ、最後はね、扇風機でこう冷やして、でまあ途中のね、工程がね見れると。でここでね、しっかりと火を入れて、で運んでるようですね。まあそういうストーリーが、スライム製造工場のね、ライン工みたいな、ライン工でラインができてますね。はい、じゃあ、 まあこんな感じで、まあ実際ね、こう煙が出てるんですよね、ここね。スチームのやつかなんかだと思うんですけど、あと、お風呂かなんかかな、これに。お風呂か。お風呂からあれが出てるんだ。で、こっちはね、機械。ね、こう、重たい感じの機械とか、あとはなんだ、こっち左は。まあ、スチーム系ですよね。スチーム系があって、この四角いのがね、スライムの原型っていう設定みたいで、この四角いの、これなんだろうな。で、この奥にある四角いの、これをね、運んでくるみたいですね。この、このゴーレムくんがこうやってこっちの、ベルトコンベヤーにね乗せて、こうやって順番に、作られてきて、運ばれてきて、スライムがここで作られるというようなストーリーになってますね。結構実際見ると結構やっぱ面白くてね、スライムってここで製造されて、最初の町の付近に、ここからね、飛び出していくんかなと思ったら、結構ワクワクするっていうかね、ニヤニヤするっていうかね、面白かったです。今回ね、まあ、フレンドさんの協力でね、ここに来ることできました。本当感謝でね、ありがとうって言いたいですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。失礼します。